新幹線のゲーム、新幹線のゲーム、どういうこと？秋葉原駅でロッカーの鍵を探そう。あ、あったあった。これか。あ、ここってロッカーの管理をしてる事務所じゃない？そうか。ここなら。東大元暮らし。うむ。各ロッカーの予備のキーか、すべてのロッカーに対応したマスターキーがあるかもしれないな。出た出たマスターキー。よし。だったら状況は待ったなしだ。カードリーダーにカードキーを。カードリーダーがない？え？普通の鍵穴ね。じゃあ なんかあったやん。ピックガンみたいな。どうすれば。海王のピックガン様のお通りだぞ。これこれこの味。このタイプの鍵穴なら以前見つけたピックガンで開くはずだ。あ、うーん。そっか。そういえばそんなのあったね。電子キーばかり相手にしてきたからすっかり忘れてしまっていたわ。さあユユ、存分にピックしてくれ。よし、ここをこうして。またリボルバーのあのリボルバーの玉切れ音。どうしたのカズミ、神妙な顔しちゃって。いや、さっきのロッカーこのピックガンで開いたんじゃねと思って。これマジ？確かに。おお、これは盲点。カズミさん、そのセリフ今は聞きたくなかったぞ。カズミさんの言う通りではないか。このピックガンをロッカーに使えばわざわざ管理事務所に来なくても。今の私は一体。あ、開いた。開いたわね。開いてもな。よし、早速中を探索だ。ユユちゃんの頑張りは無駄にはしないぞ。まあ、犯罪歴が一つ減ると思えば。エリナ様、その気遣いは逆に心に来るのだが。あー、なんつうか、ごめんな、ユユ。いや、謝らないでくれ、カズミさん。それもまた結構来る。おお、これマスターキーじゃない？変な形してるし。やったぜ。なんだかくの字の形なのね。カズミさん、おそらく京香さんの鍵で正解だ。古いタイプのキーのようだしな。よし、とにかく試してみよう。よっしゃ、ついに開くぞ。あー、開いたよ。やっぱりこれがマスターキーだったんだね。早く見せておくれ。やったわね、京香。京香ちゃん、万歳。ゆゆちゃん、一応ピックガン使えるか試してみる？やらんでもいいだろ。そうだな、カズミさんのひらめきを無駄にしないためにも。これは開かない？よかったじゃんか。開かないみたいね。あらら、やっぱピックガンじゃダメっぽいね。よーし、セーフ。鍵が開かなくてセーフというのも変な話ね。おう、そんなの多分このシチュエーションぐらいだろうな。カズミさん、やったな、ユユ。ユユの判断は正しかったってことだぞ。ちょっとカズミさん。じゃあマスターキーが使えるって分かればこっちのもんだ。早くどんどん開けてくぞ。おー、いやー、もう我慢できねえだ。おお元気なんだから。本当に優しいな、カズミさん。おい、ユユ、何やってんだ？カズユユ、さっさと開けちまおうぜ。うん。お、
みたいなもの？ラジオ？まさか眠る前に録音してたものとかみたいなものというか、ラジオそのものだな。ご丁寧に AC アダプターもセットになっているぞ。電池でも使えるタイプのようだ。アダプターか電池か。災害用の手回し式ならすぐ使えるのに。この状況でどっかがラジオ番組やってるってこともないだろうけどな。あるかも。まあ持ち帰って損はないだろう。よくあるやつ。他のロッカーを調べてホテルに戻ったら早速試してみるとしよう。そうね。何かの反応のようなものがあるかもしれないわ。呼びかけがあるかも。他にも何かないか。お金をたくさん入れて全部のロッカーを開放しちゃおう。これで全部かな。そうだな。100円玉は使い尽くしたな。思ってたのと違ったっていうか、使えそうなものあんまりなかったね。残念ながら、ま、入っていたものといえば、古びたウサギのぬいぐるみに色あせてる家族写真。うちが探した中には子供が作ったみたいな粘土細工とか絵も入ってたな。あとは千羽鶴もいくつか。なんなんだこれ。これ戦地へ行く前に家族の思い出をみたいな感じの荷物というか思い出の品みたいな。普通持ってくか写真とか。あ、びっくりした。これは日記かな。きた。日記は日記でも育児日記みたいね。子供の成長を記録してるんだわ。あ、それはいらないです。何かわかるかもしれない。京香さん、続きを読んでくれるか。わかった。じゃあ、7月20…7月21日、これまでの健康日記を引き継いで、本日1歳の誕生日からやっと、だけど、育児日記を書きます。かっこ笑い。だって、必死すぎて何もできなかったんだもの。さてさて、今日から彼女との出来事を綴っていこうと思います。8月6日めっちゃ飛んでるやん。心配だった乳歯、やっと下の前歯を確認。そしてやっぱ痛い。歯磨きの習慣をつけなきゃだけど、口を開けさせると泣いちゃうんだよな。どうすればいいんやろう。8月13日、ついにはっきりとした言葉を覚える。第一声は氷。氷って。エアコンの修理の日で暑かったから、つい小さいのをあげちゃったのよね。よっぽど美味しかったのか、その日はずっと氷氷ってお腹壊しちゃうからダメっていうの大変だったわ。8月18日、そしてついにママーの一声が。あー、嬉しすぎて声を上げそう。いや、毎回声を上げちゃうのだけども、かわいい、かわいすぎる。8月24日、料理のレベル上げが必要。食欲もりもりで3回食にもすぐ慣れちゃった。それでいて眠る前はきっちりとおっぱい言うから乳離れが心配。ご飯が楽しい時間になるように頑張らないと。9月2日、断乳に挑戦開始。夜泣きがすごいことに。断乳は戦いだ。難聴になりそう。うひー。おお、なんだか育児奮闘期って感じだね。これいる？育児は大変そうだけど、この人すごく楽しんでるみたいね。うひーとか日記に書く？赤ん坊への深い愛情が見て取れるな。育児か、私は全然イメージできないや。13だもんな。だが本当に育児のことしか書いていない日記だな。何かわかると思ったのだが。最終日を見ればわかるのでは。京香ちゃん、先のページも育児のことしか書いてなさそう？どうだろう、ちょっと待ってね。うわ、すごいシリアスなの来るかも。言葉をたくさん喋れるようになった。一人で歩けるようになった。お絵かきに挑戦。イヤイヤ期が。あ、どうしたんだ？あのね、
この辺りからすっごく字が細かくなってるの。怖い。日付もなくなって、それに紙がところどころ固まっちゃってて。固まっちゃってて、もしかして涙を。怖い。読んでみるね。まさかまた私？病名を告げられて目の前が真っ暗になった。うちの子が感染してしまうなんて。感染？パンデミックかえ。パンデミック終末世界だったんだ。なんて忌々しいウイルス。治療法が見つからない以上、お医者様を責めても仕方ないのは分かっている。でもこうして昔の育児日記を引っ張り出すなんて縁起でもないと分かっているのだけど、つい読んでしまった。そして泣いてしまった。泣いて泣いて泣いて、それでもまだ全然元気なこの子に最善のできることをしなくては。そして私たちは決断した。この子を長い眠りにつかせるんだ。この冷凍睡眠だけが今の人類がウイルスに勝てる唯一の道であると世界中の科学者が提唱している。パンデミック終末世界や。それでコールドスリープだったんだ。つまりウイルスが死滅するまで眠らせたっていうことか。だから子供だけが。もう方法はこれしかない。この子の命を未来に託す。それが私の親としてできる最後の手段だと思う。それに遠い未来、冷凍睡眠治療を受けた人から強力なワクチンが誕生するかもしれないとお医者様は言っていた。この子が助かるだけでなく、このウイルスに人類が勝つことができる。冷凍睡眠は死なんかじゃない。この子は決して死ぬわけじゃない。生きるために、救うために眠るんだ。もう二度と会えなくなってしまうけれど、もう二度と会えない。だったらそれは死と何が違うんだろう。この子が目を覚ました時、きっと私は違う。もう決めたこと。この子に生きてほしい。たとえ私たちのいない世界でも死なないでほしい。生きてほしい。生きてほしい。ただそれだけを願って。そう、この子はいずれ人類の希望になるはずだ。人類という種としての生、種を残すために、種のためにこの子は未来に希望を。次で最後。戦争でも災害でもなかったか。この子を残して私たち人類のすべてはこの星から去らなければならない。え、それ宇宙にっていうこと？これで終わり。最後のページ、涙の跡がたくさん。なんだよ、いきなりウイルスとか冷凍睡眠とか人類という種としてだっけ。あと未来への希望とかさ、 SF ゲーかよ。 SF ゲーだった。ごめん、今の日記についてた涙の後、嘘とか冗談じゃ多分つかないと思う。ああもう急展開すぎるだろ。メタ発言。なんだよ、人類がこの星から去るって。それじゃまるで急展開すぎるだろ。まるで今の状況そのものね。ダメだ、頭がこんがらがっている。私たちに一体どうしろというんだ。戻ろっか。なんだろうこれ、プラスチックの板？ん？ラジオ、一般的に FM 波、AM 波を使った放送を受信するが、これは短波も聞けるワールドバンド対応型だな。プラスチックの板、ロッカーで見つけた日記に挟まっていた板、ちょっと集め、なんだろう。ロッカーについて、まだ開けていない扉の中にはいろんな人の日記があるみたい。ちょっといけないことしてる感じだけど、読んでもらいたそうな日記ばかりだから大丈夫っぽい。読んだ日記はちゃんと元のロッカーに戻しておこうね。また読めるし。
マスターキーがあるけどロックはお金を入れないと開かないんだ。どの扉も100円玉1枚を入れたら開くから見つけたら使ってみようね。他にお金を使う場所もないからなんか楽しい。ゲーセンがあるやろ。よし、これでいいだろう。エリナ様、本体の方はどうだろうか。こりゃ次回は朗読会になりそうですね。おお、なんかパワーってところが緑色に光ってる。どうやら使えそうだな。どれどれ。これ絶対なんか都市部に呼びかけみたいななって、そこに向かうみたいな流れになるんじゃないの。なあこの状況で。和美さん、多分今話し合っても建設的な展開にはならないと思う。自分自身すごく動揺しているのだ。そっか、じゃあ戦争後の終末世界じゃなかったら結構希望あるかもね。少しばかり気持ちを整理する時間をくれないだろうか。復興できるかも。そりゃそうだよな。悪かったよユユ。そんな謝らないでくれ。どうだろう、しばし戦利品のラジオを試す時間を持つというのは。おう、じゃあそうすっか。ねえユユ子、そのラジオどうやって使うの。まあ見ていてくれ。あ、なんか聞こえてきた。ユユちゃん、チューニングしてみよう。そうだな、来るぞ。さてどうなるか。あ、うん。あれなんか音が変わったよ。ユユ子、これってどういうこと。放送局があるということ。どこかの電波をキャッチしたのかしら。どっかの誰かが信号を出してるとか。うむ、そうだな。ノイズが揺らぐということはどこかから何らかの電波が出ているとも考えられる。それをキャッチできれば新たな情報源になるかもしれん。ユユちゃん、前に見つけた電子部品みたいなやつ、ラジオに使えないの？それだエリナ様、京香さん、部品を。あったな。今まで集めた部品はと、ダイオードとかあったよな。ユユ子どう？これでどうにかできそう？いや、これだけでは、なんとも。これだけでは、ということは他にも部品があればラジオに使えるかもしれないよ。よかった、これ以上展開しないで。さすがに今日はもうできない。どんな部品が必要なんだ。探索行った時、それらしいものがあったら持ってくるぜ。ぜひ探索できるように。そうだな、時間がないですね。ひとまずもっと強力なアンテナがあれば。アンテナ、もっと強力なアンテナか。使えそうな部品があったら見逃さないようにしないとね。希望見えてきた。もう食べられない。寝れない。うちはまだ。おお、ついにカズミンもダウンか。なんで寝ないんだ。私らもそろそろ寝ない。すげえ眠い。ぶっちゃけロッカーから戻ってくる時から眠かった。気が合うな、私もそれぐらいから眠気が。あ、ラジオを組み立ててんのか。エリナ様、先に寝てくれ。私はもう少し頑張りたい。こうしてせっかく新たな手がかりに指先が触れたのだ。アンテナがなくとももう一歩だけ踏み込みたいのだ。でもなんかあのあれ用からして最終的に暴動が起きた感じにしか見えないんだけど。おいおい、ユユちゃん、今日はいろいろありすぎたし、すっごく疲れたでしょ。カズミンですらダウンしちゃうぐらいなんだから。それはまあな。だがエリナ様だって起きているではないか。まあ暴動起きてたらカプセルも無事じゃないか。私はさ、
ゆゆちゃんにストップかけるセコンド的な感じだから。セコンド。そうそう。てなわけでタオル投入。わ、エリナ様。はいはい、暴れない暴れない。今日はもう試合終了だよ。そうだな、ちょうどいい。しかしゆゆちゃんが倒れちゃったら私やだな。あたいも。まったく。エリナ様は本当にエリナ様なのだから。じゃあ寝る支度しよう。その前にシャワーを浴びたい。え？お、一緒に入っちゃう？なんてね。あそこに二人で入ったらぎゅうぎゅうもいいとこだし。洗いづらそう。二人でぎゅうぎゅう。妄想。なんだ、洗いづらだ。変な想像させないでくれ。ああ。エリナ様にはかなわないな。かなわないならこのままシャワーへゴーしよう。もちろん入るのは別々のブースだけども。まだ引っ張るのか、その話。まあまあ、さ、早く早く。こ、来た。セーブ音来た。ギリギリセーフといったところでしょうか。